自分には受け入れがたい過去があり、しこりとして今も残っています。トラウマから解放されるにはどうしたらよいですか、ね。これはですね、受け入れがたい過去があってですね、それがトラウマになるって言うんですが、キーワードはトラウマ。トラウマっていうのは過去と現在が混同されちゃってるんですね。過去は過去、現在は現在で、忘れればいいのにっていうことになるんですが、その今とは違う条件の過去とそれから今がですね、なぜかその人の中では結びついちゃってるわけです。この結びつきが強いほど、強ければ強いほど過去のトラウマっていうことに、まあ、影響を受けるっていうことになると思います。ただ実はですね、過去と現在が結びついて叱るべき状況もあるわけです。なぜかというと、過去に何かの問題が起こった時にその原因をよく分析して、で未来において同じことが起こらないように反省と改善の努力ができた人はですね、今のその人と過去のその問題を起こしたその人は別の人間だから、過去と現在を結びつけなくていいわけです。しかし過去が現在のトラウマになってしまう人のタイプの中には、その過去の問題に対する反省と改善努力ができてないので、過去においては、ああ嫌な思いしたっていう、そういった否定的な感情、まあ、例えば後悔があって、で現在の自分はそれからまだ抜けてないんで、自分に自信がないんですね。で未来に向かっては不安があるわけですね。どういう不安でしょうか。同じことが起こるんじゃないか、これがトラウマってことですよね。つまり過去に後悔、現在に不安、そして未来に、あ、現在に不安っていうか、まあ卑屈ですね、自信がないわけですから。それで未来に不安を持って、後悔、卑屈、不安、後悔、卑屈、不安です。じゃあどうしたらいいのか。過去をしっかりと分析して、で過去が未来にならないように対策をね、つまり過去に関しては後悔せずに反省をなし、現在においては卑屈の代わりに改善の努力をして、そうすれば未来において不安ではなく自信を持てるだろうっていうことになります。まあ、そうやって過去のトラウマと現在の状況を切断するような反省と改善の努力、これが必要なのかなと思うんです。過去のトラウマがありましてと言いながら、それは過去のトラウマじゃなく現在において反省と改善努力をしてないところから未来の不安に過去の出来事がなっているんじゃないかってことを気をつけるっていうことではないかと思いますね。まあこの話はですね、まあいろいろとしようと思えばできますが、もう一つの別の視点では、過去のトラウマって言ってですね、自分が先ほど言ったように最愛の人を失ったとか仕事を失ったっていう苦しみがあると、だからもう二度とそういった意味では恋愛をしませんとか結婚をしませんとか、それは仕事もチャレンジしても失ったらどうなんでしょうかっていう消極的な人生を送るタイプになる可能性があるんですね。過去のトラウマというのにとらわれていると。でそういった場合は、さっき言ったように自分のそういった苦しみ、喪失、敗北、挫折は、そう先ほど言ったように他の同じように嘆く人たちに対する優しさ、慈悲の源になるっていうふうに考えて、その苦しみから逃げない生き方、苦しみを喜びに、自分の人格的成長に変えていく生き方、苦しみに価値を生み出す生き方、これをしないとですね、人生に対して消極的になり、引きこもりになり、最終的にはその、まあ、遠征的になるっていうんですかね、そういうふうになってしまいます。人生の中にはいろいろ苦しみがありますから、過去の苦しみの経験を現在から未来の肥やしに使うというか、自分の価値を高めるために使うっていうふうにできるか、その発想の一つが、自分の苦しみはこの世の人の苦しみを知る尊い経験で、自分がそれに負けずに頑張れば他の励みにもなるという慈悲の考え方っていうことですね。仏教の思想の慈悲、他と苦しみを分かち合う、これは苦しみを解消する最高の方法で、でこれから生まれたのが大乗仏教で最も厚く信仰されている観音菩薩という、観音菩薩、慈悲の心から生まれた慈悲の化身などと言われています。